韓国大統領として初めて竹島に上陸した、李明弘ヒロ韓国大統領島根県竹島の女島と男島李明弘ヒロ竹島上陸とは2012年8月10日に韓国大統領である李明弘ヒロが竹島に上陸したという出来事。韓国大統領が竹島に上陸したのはこれが初めてである。この事件により日韓関係は悪化した。 この訪問計画は8月9日に明らかになり、日本政府はソウルの大使館を通じて、韓国政府に対して中止を申し入れていたが、知りけられた。リア・キヒロは10日午前に、移領島に到着、そこで昼食を取った後に、竹島に向かい、午後2時前には竹島に到着し、上陸を決行した。これには、韓国の文化体育観光省、 環境省らも同行している。約1時間半竹島に滞在した。この訪問により、日韓の関係は急速に悪化し、軍事情報包括保護協定や経済連携協定をめぐる日韓間の協議は難しくなった。この時期に訪問を決めたのは、歴史問題などでの日本に対する積もった不信感に加え、大統領の求心力の喪失、 大統領周囲の金銭絡みの不祥事の相次ぎ植民地解放である8月15日以前の訪問を求める声などの存在からとみられている。李明博はさらに会見を開いて天皇の交換と謝罪に言及した。日本政府は李明博のこの行動に反発し、野田第二次改造内閣の黒葉光一郎外相は武藤正都中韓国大使を一時帰国させた。 韓国固有の領土であることを示すハングルで、独当、大韓民国、2012年夏大統領李昭弘と刻まれた高さ約1.2メートルの独当守護表示席が設置され、19日に除幕式が行われた。当初は上陸した10日に除幕式が予定されていたが、天候のため延期された。英国メディアのテレグラフは、これを当初、韓国大統領、 日本の島訪問は我々の領土と韓国語で書かれたメッセージを掲げ、物議を醸した。ありがとうございます。